ぱい来るよ。どうしましょう。Thank you.
りました。わかりました。ほら、スイちゃん、行こう。Thank you.
影。いやThank you.
世話の焼ける弟子ね。無駄口はいいから、早くみんなを連れて逃げなさい。力がすごくても、力をすべて受け流すことができるなら、裁くことは可能！死なせてはならないわ。ジューベ、これは古都織之助の娘古都舞香からの命令よ。早く逃げなさい。いいから早く。勘違いしないで。あなたの相手は私よ。
影流も終わりね。あなたに勝つことができなくても相打ちぐらいなら持っていけるわ。私たちが死んでも十兵衛、あなたたちの手で世界を守るのよ。私、戻ります。すみません、十兵衛様。でも、約束したんです。草原と一緒に生きて、この島から出るって。ここから生きて帰るって。いえ、あれは草原です。草原はまだ生きています。約束したから。すみません。でも私行きます。
草原様。草原様。草原様にも神様はいます。草原様の心の中にも神様はいます。それもまた人間の可能性。お兄ちゃんは一人じゃないよ。人を殺めるのが人の持つ可能性なら、人を救うのも人が持つ可能性。お兄ちゃんは化け物なんかじゃないよ。人を憎むのが人の持つ可能性なら、人を愛するのも人の持つ可能性。お兄ちゃん、信じて。名付けえぬものよ、包み隠されたものよ、恐ろしいものよ。お前、雲の背後の狩人よ。残酷この上なき狩人よ。お前、知られざる者、神よ。追いはぎよ、お前は何を求めているのか、私から与えよ。そうだ、委ねよ。残酷極まる敵よ、私にお前を。言ってしまった。彼の方から逃げ出した。私の最後の唯一の仲間、私の大いなる敵、私の知られざる者、私の敬礼たる神は。いや、戻ってこい。お前のすべてのせめくとともに、すべての孤独な者たちの最後の者のところへ。おお、戻ってこい、私の知られざる神よ。私の苦痛よ、私の最後の幸福よ。そうだよ、それは最後に残された幸福だよ。それは最後に残された希望だよ。うん、だからみんなお祈りするんだよ。神様のためにするんじゃないんだよ。それはね、
草原様。草原様の心はここにあります。すべての生きるものと共に、あなたの魂はここにあります。ここです。さあ目を開けて、あなたの信じる人の声を聞きなさい。闇もそして光も、すべてがここにあります。人の性は呪われ、そして人の死は祝福される。でも人はまた生まれたものを祝福して、死んだものを悲しみます。すべては無明の中に消えていきます。それでも人は祈るのです。すべてのもののために、すべての死者と生者のために。お兄ちゃん、ここだよ。目を開けて。祈りは人の希望。信じて、草原様。草原様の中にも神様はいるよ。剣だけじゃない。草原様の心の中には、お兄ちゃんの魂はどこでもない、ここにあるんだよ。草原！
に完全に取り込まれたんじゃなかったんだね。うん、私だよ。造形ここにいるよ。そうけ。私はここにいるよ。目を開けて。そうけ。約束したでしょ。一緒に帰るって。ここから生きて、みんなで帰るって。ね。そうげ。目を開けて。そんなに大きな声出さなくても大丈夫だよ。私こんなに近くにいるんだから。大丈夫だよ。聞こえるよ。近くに。いるよ。安心して、宗家。だって、約束したでしょ。一緒に、この島を出るって。宗家を、なんかにしないよ、私。だから安心して。そうげ、泣いちゃダメだよ。だって一緒になれたんだもん。安心して、そうげ。一人じゃないわ。私がいるよ。草原の心、悲しみとか怒りとかいっぱいで私には入れなかったけど、でも分かるよ。草原の心の中は温かいよ。だって草原の胸の中は温かいんだから。Thank you.
無影に、イルとスイが斬られたことで、怒りで我を忘れたあなたは、そのまま、二重影に取り込まれてしまったのよ。二重影に取り込まれたあなたは、あたり構わず、動くものに襲いかかった。私は、十兵衛たちを逃がし、そしてここで、あなたと心中しようと思っていた。相打ちなら、なんとか持ち込めると思ったからね。私はあなたもろとも、アイス影流と二重影を地上から消そうとした。いい潮時だと思ったしね。この太平の世の中に、人殺しの極みである、アイス影流も二重影も、いらないわ。私とあなたは、ここで死ぬはずだった。信じてたんでしょうね。あなたを。人を殺すための剣による可能性ではなく、人を愛することによってあり得る可能性を、あなたの可能性を。この娘は託したのよ、あなたに。剣でなく他の道で開ける道を。私も年を取りすぎたのかもね。この娘みたいな選択肢なんてもう取れないものね。少し羨ましいわ。そうね。どうやら私たちは修羅どころか
んだ道化師だったようね。最後の時をこんな静かな心で迎えることになるとはね。もしかしたら、これが私たちに与えられた罰かもね。シュラが最後の時を、ただの無力な人間として迎える。私たちみたいな人間には、かなり辛いことだわ。何もせずに、ただ自分の無力さだけを感じながら死ぬ。戦いの中で生きてきた私たちには、戦いの中で死ぬのは辛いことではないわ。だから、罰かもしれない。これが修羅として生きた人間の最良の私が知るわけないじゃないの。私は100年以上も人を殺すことしか考えたことがないのよ。あの娘たちがいれば、まだ可能性はあるわ。私たちが死んでも、まだ可能性はあるわ。それに、あの娘たちなら大丈夫よ。罰を受けるのは、私たちで十分だもの。そうね。